これちょっと話変わるんですけど、高専の教員でもタワーポイント使えない人いるんですよね。高専の教員って、教授とかの分類なので、研究を本当はしたいんですよ。でも、学生に自分の研究室に入ってもらうには、最低限の知識を入れないといけないので、今までは自分が学生の時みたいに、黒板に板書して、それをノート取ってっていうのをしたんですけど、コロナが流行ったじゃないですか。で、遠隔授業になりますと。 本人たちも初めての体験なので慌てて授業資料を作りますと。そうなると、今までスライドで授業してた人は、それを使い回しできることに気づくんですけど、初めて作る人は何していいかわからないから、数学の授業なのに文章しかない資料を作ったり、説明をほとんど入れずに伝えたいことだけ入った資料ができるんですよ。それ見て理解できるのって、その知識がある人しかわからないんですよね。初めて授業を受ける学生はわからないわけですよ。 で、わからなかったら何見ますか教科書を見ますあ、教科書ってわかりやすい。あ、え、わかりやすい教科書を見ればわかりづらいスライドを見なくてよくない。って、なるわけですよ。そこからどうなるかっていうと、ノート提出も求められてないから、教科書にマーカー引いて、必要な勉強資料を自分で作り始めるんですよ。だから、スライドを見なくなるんですけど、これが習慣ついてから対面授業になって、 作ったスライドを使って教員も授業をやりますと。で、モートを取らなくなって、教科書かスライドとにらめっこして過去問やってってなるんですけど、それを見た教員はムカつくんですよ、笑い。だって教員からしたら、作ったスライドは見てないやつですし、見てるやつがいても、それしか見ずに勉強するから、テストか過去問と変えるとおこけするんですよ。それは、自分の頃やってた勉強じゃないと。スライドは邪魔だ、じゃあ場書でノート取らせよ。 で、元の古い事業に戻っちゃうんですけど、スライドでわかりやすい資料を作れない人が、場所でわかりやすい事業をできる保証はどこにもないんですよ。じゃあ、もう教科書会見てで事業にすればいいんですけど、その教科書をその教員が書いてる場合が交戦ではあるんだよね。その教科書がわかりやすいですか。で、悲しいになるとの終わりなんですよ。結局、誰が言いたいかっていうと、先生には。 とりあえず何でもいいから授業してもらって、ノート矯正じゃなくして、自由に勉強させた方が、学生はやりやすいんじゃないかなって、ふと考えました。